Thank you.
紹介の方こちらからどうぞ。はい、いつもみんなとハートでニャンニャン、ミクです。ガオー、イエーイ、1、2のピコーン、夢見るピコーンガール、メイリ一同です。イエーイ、アフィリアサーガの委員長、ルイズです。イエーイ、キャキャー、ヨルクルミー、クルミが一番、アヒメさんはクルミです。よろしくお願いします。イエーイ、はい、チャームポイントは言えばみんなの妹、マホです。イエーイ、はい、まん丸おめめで上目遣い、今日からあなたもコヒメイト、パンダラブな乙女、コヒメです。イエーイ、はい、黒い羽の天使、カレンです。イエーイ、リア充よりアフィリア充、アフィリア充よりアフィリア充、あなただけのピーチ姫、アリアです。イエーイ、はい、元気リリンチャリリンリン、キリーリナです。イエーイ、はい、今日もマイペースに頑張ります、あなたの女神ユカフィーです。イエーイ、はい、二次元へ行く鍵探してます、絶対流教の教祖ロゼです。
けど、はい、最近 PV 撮影撮ったんだよね。そうなんだ、ね、先週ね、ちょうどそう、ちょうど先週、うん、1週間前は、うんうん、はい、沖縄にいましたね。ね、沖縄行ったね、はい、行った。なんか私たち日焼けしてないですか、うん、焼けたよ、焼けたよ、マジマジやめよう、やめよう、すごいね、真帆が真っ赤かだね、真っ赤だね、本当だ、夏っぽい、で、そんな PV も撮った、うん、ラララロボリューション、はい、ラが多かった、ラララロボリューション、ラララララ、はい、まだね、PV 撮って完成してないので、はいはい、皆さんぜひぜひ完成をお楽しみにしててください。しかもしかも、はい、何ですか、アフィリアサーガ初の水着なんだって。そうだった、やばい、やばいやばい、ね、なんか水着試着行った時に、うん、私ビキニ来たら、はい、スタッフさんにユカフィンパレを巻こうかって言われた。なんか全てを隠されそうになったみたいな。でも上も、上もパレを巻くの、ま、それは PV を見てからのお楽しみです。楽しみにしててください。はい、それではここからはメンバーフィーチャリングコーナーです。どうぞ。そのわけでね、はい、はい、というわけでこちらのコーナーを担当させていただくのは、うん、メリー、クミー、アリア、マホ、ミーナです。よろしくね。旅をするとしたらどこに行きたい？え、旅をするとしたら、旅をするとしたら突然だね。はい、旅か、はい、はい、魔法ドイツ、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 うん、なんでこれ魔法昨日ググったんだけど、昨日ググったんだけど東が一番弱い国がドイツなんだって。へー、暑いのが嫌と、つまりなんかもう日焼けしちゃったからこれ以上日差しいらないなと思って東弱いとこ行きたいな。なるほどね。クラちゃんはね、うん、宇宙に行きたい。宇宙、宇宙、なんで飛んでけー、ひどい。ドイツ宇宙の時みたいな。アリアは、あったかいハワイに行きたいです。いや、暑いよね、もう今ちょっと暑いよ、暑いよ。マホとはもういい、暑いの。マホとはなんか仲良くできないかもしれない。え、なんでそんなメイリー、メイリーは、メイリーはメイリーはね、河原に行く。河原、河原にテント張って泊まるの、うん、なんかメイリー安上がりだね。なんか先輩ポタンってしてるけど、魚取る、え、メイリーさ、台本でさ、うん、ピコーランドってさ言ってたじゃん。ねえ、そうだよね、打ち合わせでは。なんで河原に変わった、打ち合わせでは。河原に行きたい気分では暑いからね。でもね、じゃあね、そんな感じで、あ、ちなみに私が行きたい国は、うん、アフィリア王国かな。出ました、出た、もう優等生だね、優等生だね、住んでるじゃん、優等生だね、優等生だ。というわけで、しゃべってないよ。というわけで、皆さん私たちと一緒に旅をしてくれますか。みんな旅をしていくよ。笑顔の
と早くもアフィリアサーガリストファーストワンマンライブ前半戦終了です。早いよね、早いよね。ね、ほんと今来たばっかりっていう感じなんですけど、皆さんのお気に入りの曲はもう出ましたか？まだ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 出てない。お、じゃあ後半戦で歌っちゃうのでぜひぜひ待っててください。ちなみに、アフィリアサーガイストのライブに初めて来ましたっていう人手を挙げてください。お、いるいる、いっぱいいる、すごいすごい、いっぱいいる、ありがとうございます。後ろの方の人とか見えてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？前の方の人ぎゅうぎゅう詰めになってないですか？大丈夫ですか？後半戦ね、もっともっと盛り上げちゃうので、皆さん途中で倒れないように、あ、ちょっとこれから映像流すんで水分補給してくださいね。はい、じゃあちょっと準備してくるので、もうちょっと待っててね。リア充よりアフィリア充、アフィリア充よりアリア充、おまんまふわふわあなただけのピーチ姫アリアです。ごきげんよう。というわけでシュークリームがあげます。食べちゃいます。いただきます。うん、おいしいです。あげないよ。バイバーイ。先輩こんばんは、マホです。今から特技披露します。目でバトンタッチ。バイバーイ。キラキラー、上から読んでも下から読んでもくるみらの魅力です。ニックネームはくるちゃんです。とワンマンライブということで、皆さんにくるちゃんからお願いがあるんですけど、聞いてもらえますか？くるみが一番お姫様なのはって言ったら、みんなでくるちゃんって大きい声で言ってほしいです。いきます。一番お姫様なのは、もう一回、一番お姫様なのは、ありがとうございます。ご飯を頑張りましょう。まんまるお目目で上目遣い、今日からあなたもコヒーメイとパンダラブな乙女コヒメです。じゃーん、巨大化。みんな見てるかな？あ、2階席にママプッチ発見。ママ見てる、ありがとね。今日は念願のワンマンライブ開催できて、私すごくすごく嬉しいです。いつも応援してくれる先輩たちのおかげ、本当に本当にありがとう。後半戦も盛り上がっていこうね。テンションマックス、小姫でした。バイバイ。あ、すいません、ちょっと二次元の世界へ旅立っておりました。ロゼガーデンフェアリーでございます。ロゼは普段メガネと絶対ルーキーの教祖として活動させていただいているので、本日は皆様にメガネと絶対領域をとてもたくさん堪能してもらおうと思っております。それでは絶対領域、アフィリアサーガの委員長ルイズです。こんばんは。今日は私のチャームポイントでもあるこのドヤ顔を皆さんに堪能してもらうべく日々鍛錬しておきました。なので会場の皆さん、どやされちゃってくださいね。それでは後半も皆さん体力をちゃんと残して最後までついてくるように。バイバーイ。いやはやもはや、はい、あやみんです。今日は、はい、あやみ
てっちゃん可愛すぎて。可愛い。みんな楽しんでってね。渋谷デュオにお集まりの皆さん、イエーイ。いつもマイペース、あなたの女神ユカフィーです。ユカフィーのフィンはドルフィンのフィンで、私は好きな色はドルフィンブルーです。ワンマンに向けてたくさんたくさん練習してきて、もう今日はやる気でいっぱいです。皆さんに全部をぶつけるので、よろしくフィン、受け取ってください。待って。会場にお越しの皆さん、こんにちは、にゃんにゃん。ミクドールシャルロットです。今日は皆さんがもっとライブを楽しんでもらえるように、今からミクドの魔法をかけちゃいます。せーの、にゃんにゃん、にゃんにゃん、ゴーゴーゴー。ドッカーン、爆発、ハレンです、天使です。今日は思いっきり爆発して新しい宇宙を作りたいと思います。よいしょ、バイバーイ。さささささささ、無理だよ。好きなものはおやつ、ご飯、ピコーン。みんな盛り上がってますか？今日はね、メイリーの得意な技、傘回しを披露したいと思います。それそれそれ。じゃあピコーン。元気リンリン、チャリリンリンと見せかけてイカミリツム、イエーイ。いただきます。うん、うん、うん、あ、いかんいかん、緑茶飲まないと。いいな、なんかいただきます。緑茶です。うん、渋。ここは渋谷、渋谷では後半戦も盛り上がっていこう。
自己紹介ソングなんですけれども、はい、私たち12人本当に個性的なねメンバーが揃ってまして、ね、なんかコールとかもしてくれた先輩でありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごい嬉しかったです。後半戦もどんどん盛り上がっていけますか。あー、ついてきてくれますか。あー、よし、それでは後半戦一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聞いてください。ま、「まめがなんとなく距離」
アフィリア制服を着てステージに登場したんですけれども、皆さんいかがですか？どうですか？ありがとう。嬉しい。ありがとうございますね。なんか初心に本当帰りますよね。本当だね。なんかなんか前ホワイトリボンの時に一斉に白くなったのが超感動した。すごかったね。白かった。活動してきて、はい、いや本当にいろんなことがありましたよね。ね、したね。さっきねルイズが自主式の感想の時に見てましたけど、はい、メンバーがどんどん加わったり、うん、卒業生もいたりで、うんうん、はい、今この12人で活動しているんですけれども、はい、ね、最初の方のライブとか、うん、もうお客さんが私たちより少ない時とかもあったよね。そうだね。あったね。なんか今日出てきた瞬間、うん、泣いちゃダメなのに泣きそうになっちゃってなんかもうみんなね、これにいっぱいの人がさ、ね、見に来てくれて本当に嬉しいね。嬉しいね。本当初期メンバーはなんか本当に結成した当初と比べると、うん、今本当に昔想像できなかったくらい、うん、なんか私たちを見に来てくださる方が本当に増えてるっていうのを実感してるわけなんですけど、うんうんね、もう昔秋葉原とかで雪の中とかチラシ配りしてました、はい、そうだね。その頃から来てくださってるよっていう先輩方いらっしゃいますか？おお、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちねアフィリアっていうお店から、うんうん、誕生した、突然誕生した本当に、ね、ユニットで、うん、そうだね。これまで、ね、最初はレベルダンスも歌もレベルゼロからゼロから泣かせようとするから泣かせようとするから泣いちゃダメだよ。ダメだよ。みんな最初はレベルゼロからのスタートなんです、うん、はい、はい、ということで、はい、そんな思いを胸にこの曲を歌わせていただきたいと思います。皆さん準備はいいですか？それでは行きましょう。
くださるなんて思ってなくて、後ろの方までぎゅうぎゅうで、本当に皆さん熱い思いをして最後まで聞いてくれたと思うんですけど、本当に本当に今日は私たちのファーストワンマンライブを温かく見守ってくださって本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、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 ありがとう。
皆さん、アンコール、アンコール、本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごい、私たち初めてワンマンライブやって、アンコールも初、初めてだね、初アンコール、はい、ありがとうございます。初だね。ありがとうございます。私たち6月1日にファーストアルバムを発売して、その前から今日のワンマンライブのためにいっぱい練習してね、本当毎日サーガメンバーに会って会わない日がないくらい毎日練習して、でどうやったら先輩方が楽しんでくれるかとか、先輩方が思い出してなんかいいライブだったなって思ってもらえるように、すごいありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、本当にいつもメンバーと練習してる時も、私たちのライブにみんな来てくれるかなとか、すごいね、まさかね満員になるとは、本当嬉しい、ね、で実際本当にこんなにたくさんの方が集まってくださって、ね、私たちワンマンライブを今日を目標にすっごいいっぱい頑張ってきたんで、ワンマンライブ終わっちゃうのが正直寂しいです。寂しい、寂しい、寂しい、ね、またもう一回最初からやりたいもん、ね、そうだね、もう一回やりたいもん。でも絶対ね、次もっとね、いいライブをたくさんしていきたい、ね、第2回をやろうよ、うん、やりたい、やりたい、ね、私たちのすごい目標がアルバムの発売だったり、ワンマンライブだったり、夢がもう大きい夢がすごい叶ってきてるんですけど、まだここで終わりじゃないんで、うん、ここからなんで私たちは、うん、ね、だからこれからも皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。そんなわけで本当に本当に名残惜しいんですけど、ラストの曲です。寂しいね、寂しいよ。でもラスト1曲、みんな最後までついてきてくれますか。倒れないでね。ラスト歌ってない曲があります。はい、じゃあ早速ラスト1曲歌っちゃうので、みんな倒れないでね。それでは聞いてください。せーの、放課後ロマンス。Yeah!
今日もすごい大事な一日になりました。今日ね、ここでみんなと過ごせて、すごい濃厚な時間を過ごせて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、最後にこのマイクを通さず直に私たちのありがとうの気持ちを届けたいので、ちょっとご静粛にじゃあ私たちの気持ちをしかと聞いてください。